海水海水増海水版歴15年は、中国名中期の政治家、時の火星カドに対して激しい直感を行い、投獄されたが後に釈放された、清廉潔白な官僚として評価を得ている人物である。海水は、字は南事件、または国、国章号は豪法という、海南島経山の人、火星年間に里見に求大した、各を々とした後、 火星45年、戸部主事の時、清掃火星カドの道教への系統ぶりを上訴して、激しく威めたため投獄された。火星カドは道教にコリフロー長寿の術に没頭しており、長く政務を見なかった。国が難友外観に襲われている中、君主としての義務を果たしておらず、誰も威める者がいない中で、海水はあえて進化として、忠義のために、 君主へ還元を行ったのである。この時、必ず彼を捕獲するように厳明した火星帝に対して、漢官,官の子錦は、この方は上訴にあたり、官王家を開催しに別れを告げ、死を覚悟しています。逃げるような人ではありませんと、根性している。火星帝はこの年の12月に、同教の奉仕の健常した、単役を服用し休止している。 海水は釈放され元の官職につき、代理進むに昇進した。火星三角の後を継いだ、僕胸高、喜び三角、真相万歴帝の大、長巨星が、政権の座についていた頃は海水は、養殖から締め出されていたが、その死後に、南京リブ右次郎、南京右戦と魚子を歴任した。彼の金言ぶりは相変わらずで、 万歴帝に対しても上訴を通じて政策提言を行っているが、その意見は聞き届けられなかった。在職のまま没。墓は現在の海南省会口市近郊の浜果て村にあり、観光名所となっている。1961年、時の北京副市長で歴史家の暮れは歴史劇海水まかりむか館を発表した。海水が悪徳地方官僚を懲罰し、 冤罪を被った庶民を救済し、悪徳官僚が農民から没収した土地を農民に返還したので、地方官僚の陰謀により罷免されるという内容の協議儀義禁局である。それからしばらく経った1965年に、上海の新聞文化法に、洋文言の新編歴史劇、海水まかりむか官を表すという評論文が発表された。海水まかりむか官は、 海水の平縁国や大殿にこと寄せて、反革命分子などの名誉回復や集団化された、農地の農民への再分配、人民公社解体を密かに訴えている、というものである。もちろん強引な曲解に過ぎない、評論文だが、その後、毛沢東によって、さらに強引に、海水まかり無かかと、法徳会会人が結びつけられた。日増しに、クレの批判が強まり、 1966年に、クレおよび、両松佐、東卓の三夜村グループが、反革命分子のレッテルを貼られ失脚、投獄されて、クレ、東卓は、非号の最後を遂げた。この、海水まかり無果官は、結果的に文化大革命の発火点となり、評論文を書いた、両文源は四人組の一人として、反革命分子の摘発に、積極的に乗り出していくこととなった。 この論文は、それ以前からこの儀曲への批判を主張していた後世が、超宗教と共謀して秘密裏に執筆させたものだった。また、後世は、海水まかり無果館を明確に、ザ山会議や法徳会と関連があると1964年に指摘し、毛沢東にもこれを関連づけるよう示唆したという。ありがとうございます。